本当に優しい方ですよね。こう最初覚えてます？おじゃあ初めての DVD マガジン、亀井さんと一緒だったもんね。そう、本当にね、ジュンジュンに対しては優しい。亀井さんはすごい特別な存在という、なんかジュンジュンの日本語は下手くそだからいつもなんか変な方向に行くんですよ。でも亀井さんがなんだろう、あ、絶対ジュンジュンそういう意味じゃないなと思ってから、毎回でも私を一人を連れて、さっきそうじゃなかったよねって、実はこうだったよねって、もう一回ちゃんと喋ってくれと言われたりとか、ちゃんと誤解をなくなって、そしたらなんか結構私のことを 100% 信じてくれるんですよ。だからすごい特別な存在で、私に対して、まあ、大好きです。本当にこう一緒にいると私癒されるんですよ。なんでかこうすごいこう形容詞って使うと、なんか春の風のようにって分かりますかね。なんかすっごい優しいんですね。本当にこう一緒にメンバーになれて、この4年間くらいずっと一緒にいれて、すごい本当に良かったと思います、はい。メディアが届いていますって。え、何でも言ってよ。ジュンジュンとリンリン、私が卒業を決め始めて、考え始めた時に、私の卒業が決まって、それで決まった後にジュンジュンとリンリンも卒業するってことを聞いて、あの時のびっくりした気持ちとショックだった気持ちは今でも覚えてます。え？って2人卒業しちゃうの？って、自分が卒業する身なのに、え？寂しいよ、バカじゃないの？みたいな、それくらい本当に信じられなくて、だけどやっぱ卒業をする私としては、一緒に誰かが卒業してくれるっていうのはもう本当に心強いことで、やっぱ今回自分もそういう治療に専念をするっていう卒業なので、やっぱり今までにはない卒業の仕方なので、ぶっちゃけちょっと怖いです。だけど一緒にジュンジュンとリンリンがいてくれる、一緒に卒業を迎えるっていうので、本当に心強く私は頑張れる気がしたので、それだけで本当になんかすごい嬉しくなったし、2人のこと本当に大好きです。なので中国に帰っても日本語を忘れないでほしいなって思います。最近ジュンジュンもリンリンもなんか覚えてきたのをちょっと通り越してなんか変人キャラな日本語に変わってきてるんですよ。本当に漫画とかの見過ぎだと思うんですけど、なので綺麗な日本語を覚えたまま中国で頑張ってほしいなって思います。そしてお互いの国に遊びに行けたらいいなって思ってます。はい、頑張ろうね。頑張る素敵、なんかまた癒された。変人って言われましたよ。いや、まあうちらは最初から変人よ。いや、これリンリンでしょ、私だよ。あ、違うよ、リリ、どちらが変だよとジュンジュンだな。リンリン一人で、まあまあまあ、まあ本当に、このメンバー長い時間でやってきたんですから、すごい深い絆ができてたんですから、本当に大好きですよね、みんな。離れたくないんだからね、お互いの国遊びに行けたらいいね。まあ、リンリンも日本大好きもね。大好きですよね。モーニング娘。大好きし、ハロプロジェクトも大好きだし、なんかやっぱり私の中には、亀部さん、あなたはすごい特別な存在だよなんかね、やっぱりジンジのことをちゃんと信じてくれて、いろいろ話してくれて、いろいろ来てくれて、本当に嬉しいと思ってるんですね。やっぱり私の家で一緒にご飯食べるっているご飯食べていた亀井さんを忘れられないな。食べた後すぐ寝るもんね、片付け一切なし。これはちょっとね。でもね、なんかまあ中国に帰るんですけど、また時間あったら時間に来てご飯作ってあげる。そういう時は片付けお願いします。亀井さん、リンリンも亀井さん大好きだよ。そうですね、
亀井さんも綺麗な中国語を忘れないように日本って頑張ってくださいそうですね、亀井さんは本当にこう一緒にいる間いっぱいいっぱいリンリンを癒されたんですよ。だからこれからリンリンを亀井さんを癒されるように、日本語は合ってないかもしれない、まあ、意味が伝わってると思いますので頑張りたいと思いますので、いつでも連絡くださいね。まあ、まあ、約束したのをご飯一緒に行きまして、でもまだこう時間が合ってなくて行けてないんですけど、絶対行きましょうね。はい、あと中国にも遊びに来てくださいね。待ってます。そうだな、まずジュンジュンはエリーがすごい最近あったことで悩んでたんですね、こう人間関係に大人になっちゃったからさ人間関係に悩んでて、でジュンジュンってキャラ的にはちょっとぶりっ子キャラとかでなんか甘えん坊キャラだけど、実はエリーより年上で、ジュンジュン家とか行くとすごいちゃんとした女の人なんですよ。だからそのなんかこうホテルに泊まってジュンジュンの部屋に行って、ちょっと最近こういうの悩んでるんだって言ったら、ジュンジュンが超いい女っぽくなんか足とか組んで、それはね亀井さんあなたは間違ってないのとか言われてそれにまずびっくりしたんですけど、それはあなたは間違ってないのとか言うけど、すごい真剣に言ってるんですよ。多分国が違くて言葉を一生懸命覚えたから、その覚えた言葉を一生懸命喋ってくれてるから、ジュンジュンにとっては普通なんですけど、その私からすると真剣な相談してんのになんでこんなふざけるんだろうとか思っちゃったくらい、こうなんかあなたは間違ってないのそれでいいのよとか言ってくれて、占い師さんみたいになってたんですけど、でもそれをジュンジュンが言ってくれたことによって、私次の日から、あそっかエリ考えすぎだ、もっと自分は自然に行けばいいんだって思ったら、次の日本当にうまくいったので、ジュンジュンに相談してよかったって思って、それは仕事仲間というかプライベートの普通の女の子のジュンジュンに相談をしたので、すごいジュンジュンにあの時は救われました。でリンリンはやっぱりエイたちには持ってない純粋ピュアな心を持っていて、なんかこう周りのスタッフさんがふざけてなんか面白いジョークとかを言って、エイたちは「何言ってんすか?」とかなっちゃうけど、リンリンの場合は「え本当にそうなんですか?」ってすぐ信じちゃう、そのなんか感じとかがすごいこうメンバーのピリピリムードとかを和らげてくれてた存在だったので、なんか、まあ、エリも卒業しちゃうし、ジュンジュンリンリンも卒業しちゃうけど、ああいう子がいなくなるっていうのがなんかすごい自分もすごい寂しいなって思います。基本愛ちゃんとリンリンの姉妹な関係、なんかお姉ちゃんと妹の関係がすごい見てて私は好きだったので、きっと愛ちゃんは寂しいんだろうなって思うんですけど、ああいうピュアな心を忘れずに中国でもどんどん活躍していってほしいなって思ってますね。はい。